始まりました。岡です。川田です。これは君の気になるものを雑談するラジオです。 YouTube ポッドキャストで配信しております。ちょっと始める前に、はい、この前の略称クイズ、はい、俺一個間違えてたわ。え、何がですか？フレキュエントリーアスクトクエスチョンやった。俺アンサーって言ったわ。あー、確かに A がなんで10分の5ですいいでしょ、大体合ってるからっていうだけと、はい、訂正しておいて。まあ、でも問題はフリークエントリーの部分だったんで。で、頻繁にね、よくある質問のやつね。はい、あ、確かにそこも、あ、これ引っ掛け問題かな。アンサーとクエスチョンかと思いきや、どっちもクエスチョンですみたいな。どっちもクエスチョン。アスクもクエスチョンも。あ、そう、アスクドクエスチョン。言われる、問われる質問みたいな。まあまあ、そうだ、はい、っていう、すいません。あ、でね、今日、あ、テーマなんですけど、はい、テーマ言う、さっき言わんと言わずに、ちょ、これ何でしょう、この共通点何でしょうかをちょっと言う、はい、当てる、当てるっていうか、あ、考えないけど、考えてほしい。あの、ワンピース、はあ、椎名林檎の2つ、あ、M1、 あの漫才のね、はい、あとレッチリ、レッドホットチリペッパーズ、これ何でしょう。人気ってことですか。推し。惜しい。ああ、わかった、はい。その、今、伝わる伝わらないのラインがあるみたいな。あ、なるほどね。あの、世代とか。世代、そう、ね。違います。答えは、みんなが大好きで坂田が全部嫌いなもんでした。ワンピース、シーナリンゴ、はい、M1、レッチリ。ちょっと待って。何ですかこれみんなが絶対に大好きやのに、坂田だけ全部嫌いっていう。そんなことないです。あ、そんなことなかった。ごめん。そんなことないです。違った。俺の勘違いか。だって僕、レッチリは、レッチリは、やっぱ女子がいた頃の、うん、あの、ダークネセシティーズとか、ね。あっちじゃなくて。はい。ジョン。ジョン見た頃は、はい、あの、キャントストップしかいい曲ないですね。あ、キャントストップ好きなの。うん。で、M1 ですよね。うん。M1 別に好きも嫌いもないです。だ、見てないよ。R1 は見るけど、見ない。M すぎるから。逆やから、普通。僕 M1 見ましたよ。あ、M 見た？ 2 年連続で見てます。ああ、どっちもあの、ゲストのヤンさんと見た気がします。ああ、なるほど。確か。いや、よかったよ。どっちもだったか分かんない。シーナリンゴとワンピース。シーナリンゴは、いや、もちろんね。聞いてる。もちろん、もう高校の時壁に貼ってましたよ、ポスター。あ、ほんと？あの、カバーアルバムの。うんうん。で、そうですね。最近のは聞いてなかったですね。新譜も別にそんなだったかな。うん、うん。一周はしました。で、あとなんだろう。ワンピース。ワンピース。ワンピースなんてね、一巻が倒したところまで読んでますから。まあ、っていう、なんでこれ、この、こんなにいいのに全部嫌いなのな、と思って。いや、僕めっちゃ好きでしたよ、本当に。あの、空島行くぐらいまでめっちゃ読み直してて。まあ、まあ、この話を深掘りたいわけじゃなくて、やっぱ結構坂田、まあ、これは確かにちょっと極端な例を言ったけど、はいはい、結構その系あるやん。その嫌いというか。流行ってるのというか、みんなが好きな。そう、あ、なんか、その、単純に最近流行ってる、え、俺はあれとかじゃ、まあそれってある意味多いというか、はいはい、でも結構ここら辺って、もう一個突き抜けてるというか、固まってもう殿堂入り。そうです、ね。各コンテンツの、なんかもう殿堂入りクラスやん。はい。じゃ殿堂入りクラスがあんま好きじゃない。まあこれはちょっと極端やけど、はい、みたいな、なんか坂田やっぱその傾向は俺一番好きなとこで、なんかこれいや、なんか、どこまで反骨してんねんっていうか、その、もうちょっと浅いところでやんねん、反骨はっていうか。そうかな。好きじゃないもん。でも、ありません？小川さんも。そういうの。今、あると思うけど。なんですかね、その、そういう、王道だけど嫌いなことですよね。そう、まあ、嫌いは言い過ぎた。だから、そんなにハマってないとか。温泉とか。まあ、温泉は確かにな。まあ、嫌いじゃないけど。温泉も好きじゃないんで、僕。どういうのか嫌いな。なんか人と風呂に入りたくない。あ、それはわかる。嫌だ。あと、なんだろうね、フルーツ？あ、フルーツ嫌いやな。フルーツ全部嫌い。ま、ちょっと食べ物はまあ、ちょっと別かもしれんけど。あと何、あの、
あ、なんかまだピンときてないやつあった気するな、うん、そういうの未だに納得いってないみたいな。いやー、レッチリもでも言っちゃえば好みじゃないですか。いや、かっこいいやん。あ、まあ、わかりますよ。かっこいいだろうなみたいな。好きなんやろな、みんな。いや、だからそれや。それで好きなんやろな、みんなを、っていうのは、っていうやつが、その対象が殿堂入りすぎるやろっていう。ブルーハーツとか。ああ、そうね。で、あと、なんだろう、みんな好きだけど、そうかいみたいな。そう。そんなにいいかいみたいな、あれ。なんだろう。あと、これ全然さ、はい。なんか、アコースティックギターとか。ああ、ちょっと、もうそれはわかるけど。アコースティックギターバージョンが良かった試しないよな。ないですね。なんかいろんな曲の。ない。あと西野かな、復活したな。ああ、そうだ。復活したかも。復活したよな。あ、なんかあったかな。これごめん、あの、アコースティックギターってさ、ちょっと話、はい、ちょっとだけする。アコースティックギターでもないんやけど、はい、あのさ、歌手のさ、チャイっておるやん。チャイやったっけ、ユミカか。あ、CHAY。そう、あの、あれ、何、テラスハウスかなんか出てた人？あ、出てたかも。え、なんか、うん、で、あの人、なんかな、テレビでこの前出てたんよ。はい、あ、歌で。その、うん、歌番組というか、歌を披露するなんかの回で出てて、俺、で、当時その、テラスハウスとかで、なんかちょっとこう話題出て、後に出した曲っぽいやつとか、うん、まあその時もやってたかな。で、その時も思ってたんやけど、俺、あの人な、なんか、絶対、その、エレキギターを持って歌ってんのよ。うん、はい。その、だからギター棒やってるんやけど、うんうん、どう考えてもギター棒じゃなくてね。弾かなくていいってこと。そう。いや、なんか、この、あの違和感を、結構感じるというか、なんか、あいみょんが、アコギ持って弾いてんのは、もう自然。なんか自然な感じするやん。し、まあ、アコギじゃないから、他の人らが。他の人だってやるけど、なんか、チャイのギター、いらんすぎる問題。まあ、問題でもない。問題って言うほどじゃないけど。チャイのギターがもう、頭に入ってきてない。いや、あ、そうなんやけど。いや、チャイの。勝手にでもなんか、ああいう感じ、なんて言ったらいいのかな。あれ。ミワみたいな、アイミョンとかミワとかみたいな、うん、アコースティックギターでもシンガーソングライターみたいなイメージでしたけど。そうじゃないんですね。いや、だからあれ、アコギやったら何も思わんかったんかもしれんけど、うん、なんかな、めっちゃ違和感感じてん、あれ。なんか。それ、群青ビューでのサビだけでギター弾くシーナリンゴにも言ってます。いやいや、それはいる。それはいる。それはいります。それはいいんやけど、もう、ほんまになんか、チャイなんか、Google とかで、チャイギターボーってやったら、ギターいらないとか出てこへんから。いや、ええやん、ギター持ってたら。いや、なんか、聴かんでええなら、聴かん方がええやん。うん、あの、歌に集中できるから。おお。その、本来は。はい。けど、まあ、スリーピースやったりとか、まあ、アコーギー、おらんからアコースティックやってる。もしくは、一人の時も、なんかやれるようにアコギやってるからアコギやってるとか、はい、なんかイメージはあるんやけど、なんかやっぱあった方がいいんじゃないですか、見栄えみたいな。いや、見栄えすぎるというか、その見栄えならもうちょっと見栄えってバレへんようにしてくれみたいな、はい、見栄えがすぎるってこと。見栄えがすぎる、見栄えがすぎるランキングで言うとチャイ、はい、チャイミワユイみたいな感じやん。え、チャイが一番上。一番見栄え。二位が見栄え。まあごめん、この辺適当に言ったから、ちょっと、イラン的増やすのやめとこう。いやー、やっぱ古賀さんも歌好きですね。ちょ、終わるか。ちょ。なんか、あるかな。なんかあって気がするんですけど、僕なんかいまいち信用できてないみたいな、まだ。みんな好きだけど。NHK とか。え、怖っ。なんて。立花さんみたいなこと。違くて。あいつ信用してないでくれ、レベルちゃうからな。いや、なんか、これ別に小さい時の話ですよ。今そうとかじゃないですけど、うん、NHK って CM 流れないじゃないですか。うんうん。だからスポンサーもない。けれど、逆に商品名も出せない。うん。NHK の番組って。だから、こう、テレビゲームとか炭酸飲料みたいな形で、赤い缶は出てくるけど、コーラじゃないみたいな。コーラじゃない。うん、
あの、パカパカ、DS っぽいゲーム出てくるけど、DS じゃない。うん。あれがなんか許せなかったんですよね。まあ、意味ないよな、もう。でも、その。意味ないっていうか、偽物じゃないか。本物出せ、みたいな。なんか。本物出してるけど、そういう体じゃない。その、本物じゃない、偽物出てるのに、明らかに意味してるのは、DS だとか。DS だとか、コーラだ、みたいな。そういうのなんか、なんかわかんないよ。すげえイライラしてて。しょうがないよな、でもそれは。なんか、偽物出すんじゃねえみたいな。本物出せみたいな。いや、さらとも NHK 好きですね。そうなのかな。あの、そのさ、NHK で固有名詞 言っちゃいけない問題でさ、はい、あの、あれが出た時に、エイトのさ、香水歌った時さ、ドルチェドルガバって言ってええんかなと思ったけど、まあ言ってたの当たり前から。ああ、言ってました。なんかそれで言ったら、あの、アニメの曲とかあるじゃないですか、アドとか。うん。あれもなんかちょっとドキッとした自分いたんですけど。ワンピースで ドキッとしたでええの。ドキッとした自分がいた。もうドキッとしたやん。ドキッとした自分いたんです。いやいやいや、ドキッとしたやんちゃう。取り締まって、ここも。これ取り締まられるんですか。自分がいたっていう時に使っていい言葉って。ないよ、自分がいたはいいやん。それ、お前おるよ、そらっていうから。そういう自分もいたんですよ。ああ、いいか、みたいな。なんか、その、追いついてないっていう。え、どういうこと？アドが出たらあかんってこと？あかんっていうか、その、あ、ワンピースの映像って NHK で流していいんだ、みたいな。ああ、いいんじゃない？コナン、エヴァンゲリオンとか、うん、あ、これいいんだっていう、びっくりするわけじゃないですか。で、びっくりで、まあまあ、分かってるっちゃ分かってる。うん、これ両方あるじゃないですか。うん、その、ちょっと違和感ありつつも、もそれは別に、いいし、映ったって、みたいな。うんうん、まあ、こういう、大きいイベントだし、みたいな。はい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 、なんか、その、両方の自分がいた。両方の。両方の自分いるときないですか？一人やからな、両方の意見分かるよね。両方の感情があるよ、でいいんじゃない、はい、自分がいたっていうかさ、自分がいた警察をするから。なんでそれで言うとあれやもんな、進撃の巨人がさ、はい、アニメがね、シーズン1は、普通に違う、なんか、違うとこでやってて、はい、シーズン2から確かアニメ会社も変わって NHK 放送になってて。あ、そうなんですか、ね、そんなんあるんやと思ったけど。そんなパターン？そう。た、確か。知らなかった。ちょっと、あの、適当なこと言ってるかもしれんけど。いや、でもまだなんかある気がするんだよな。え、チャイのギターいらんみたいなこと？チャイのギター僕、ピンときてないんで。なんかそれ、そもそもね。いや、まあ、チャイピンとくれそうだよな。いや、わかんないですよ、それは。チャイファン。チャイファン置いといて、で、なんか、それあんま、ちょっと乗れてないんだよな、みたいな。うん。なんかいまいちピンときてないな、みたいな。いっぱいある気がすんのにな。なんだろう。なんか、高三曲にありません？そういう殿堂入りであんまピンときてないやつ。殿堂入りでピンときてないやつ。あ、でも、うん、漫画で言うと、はい。ワンピースは読んでるけど、ナルト読んでない。それ読んでないだけですよね。正確にちょっと読んだ。なんか。あ、ごめん、もっとあるわ。ちゃんとしたやつ。はい。鬼滅？わかります。鬼滅は、俺なんか言われて一応アニメ、撮っちゃったかな？まあ、なんかちょっと見て、はい、もうおもんなさすぎて見れんかった。いやー、そうなんですよね。鬼滅ちょっとほんまになんか。そうっていうか僕一巻出た時は買ったんですけど。うん。普通に当時。うん。なんか、読まなくなっちゃった。いや、まあ最終的に全部読みましたけど。あ、読んだんや。はい。どうやったの？いや、なんかもう、あんま状態も良くなかったんで。坂田の？はい。アシスタント首になった直後だったんで。あ、そう、オケーション悪いね。はい。オケーション、オケーション悪いです。オケーションだいぶ悪いね。はい。首になって、まあ、暇になったから、ちょっと一回実家帰って、そしたらなんか家族が大ハマりしてて、こう、いろんなとこから鬼滅を借りてきてて、うん、職場なり、友達なり。うん、なワンセット出来上がってて、なんか帰ったし読むかってバーで全部読んだっていう。感じでしたね。なんか、なんであんな、まあちょっと俺全部読んでないから、あんまりこの段階でおもろくないわ、ちょっと言うの、あれやけど、朝田よ知ってるわけやない、全部読んだから。はい。あ、でもあんま覚えてないですよ。まあでも知ってます。知ってない。なんかあのさ、広い、主人公いるやん。はい。炭治郎やったっけ、はい。で、妹がいるやんな。禰豆子。で、妹が鬼になりかけていくから、
それをまあ阻止しつつ、はい、みたいなのもあるやんな。はいはい、で、その中で、まあ鬼を退治していくって感じ、はい、なんか、まあまあそれはいいんやけどさ、はい、なんかあれってヒロインの位置づけが、ねずこ？ヒロイン？なんかワンピースで言うナミみたいな。いや、そうまあまあヒロインって言ったらあかんのか。いや、なんかさ、もうちょっとこう、いっぱい出てくる。あ、いっぱい出てくる。あ、その、そういう枠なんです。いやもう出てくる、出てきてたような気もするし、出てきてないような気もするし。なんかこれ俺のさ、はい、勝手な、ちょっと断片的な鬼滅でなんか流れてくる映像とかのイメージだから、はい、なんか、俺はお兄ちゃんだからみたいな感じ。ああ、長男だから。長男だから、はい、みたいな感じやんか、はい。その、そうですね。みたいな。いや、なんか、あれ、その、これさ、坂田見てないけど、はい、呪術廻戦の超敵で、はい、まあ、敵でか、なんか、なんかめっちゃきしょい三兄弟みたいなのがおんねん。もうなんか、呪物の塊みたいな。で、それが、まあ、全員は敵役なんやけど、はい、まあ、途中からその、とあるそいつの長男のやつが、なんか、はい、なんか、俺はお兄ちゃんだから、みたいな。はい、その、化け物の兄弟の中のお兄ちゃんだから、弟守るんだ、みたいな、はい。っていう、まあ、敵キャラやねん、それは。敵キャラの、まあ、半分その、俺はお兄ちゃんだからっていうセリフは、まあ、本心やけど、ちょっとまあ、おもろワードでもあるというか、はい、あんな感じなのにお兄ちゃんって言ってるみたいな。まあ、その、それやんっていうか。そう？いや、なんていうか、いや、先は多分あれで、鬼滅が刺したかもしれんけど、その、お兄ちゃんだからを別に刺さらんというか。うん、太古の昔からありません？パッて出てこないんですけど。いや、それが特殊、はい、昔あるのはそうなんやけど、あの鬼滅においてはちょっと特殊だった。なんか今更というか、なんかその別に今、そのお兄ちゃんとしてみたいな、はい、いや、そんな言ってないかもしれんけど、はい、なんか、いや、乗らんな、みたいな。ちょっともうそれに、リアクションするほども僕は読み込めてない感じがすごいある。でも俺が読んでないからな、ここ。で、あとなんかあれ嫌やわ。その、こういうこと言うやん。その、あんまり、その、でもなんか、あ、で、おもろくないって言った時に、うんはい、なんか俺子供っぽく感じたんよ。なんかストーリーとか。うんなんかすげえ、超子供向けっぽい感じ で、なんか見えなかったんよ。そのアニメのやつとか。はい、もう、サンデーっぽいというか。サンデーもじゃあ同じじゃないですか。いや、ちゃさ、なんか、サンデーってさ、なんか、あガッシュみたいな。犬夜叉とかさ、ガッシュとかさ、あ、ガッシュはジャンプか。ちょ、わからん。ガッシュサンデーです。サンデーか。なんかその、ちょっと、小学校低学年向けみたいな、勝手なイメージな、はい、なんか、ああ、言いたいことは分かる。そう。で、なんか、まあまあ、それはどうとかじゃなくて、なんか、とにかく子供向けというか、なんか年齢層低めやなって思ってたんよ。で、これを、俺、その、鬼滅好きな人たちに、なんか、それ否定してたかじゃなくて、はい、ちょっと言われて、ちょっと見て、いや、俺は乗れんかったわ、みたいな。はい、ほんで、いや、だから、その、乗れんかった理由として、いや、なんかあんまりその、ちょっと子供向けっぽく感じて、って言った時の、はいはいもう、百発百中の返しが、いやでも鬼滅めっちゃ人死ぬよって言ってくるのよ。わ。いや別に俺さ、子供向けの反対語を死者の多さとは思ってないというか。言いたいことは多い。そのなんかアンパンマンめっちゃ人死ぬよみたいな。はいはい、アンパンマンが人死んだとてん。アンパンマンやねんから、みたいな。やっぱあれじゃない、どうなんですかね。そういうこと言ってんじゃん。なんか言わんとすることなんとなくわかるんですけど。じゃあ、例えばそのガッシュで100人のバトルロワイヤルをしてるわけじゃないですか。1位を決める。で、あれで魔界に帰るっていうのもほぼ死ぬと同義みたいなことじゃないですか。あの、漫画の内容ではキャラクターが消えていくというか。一応言うとか俺ガッシュ知らん。ガッシュ知らない。サンデー通ってなさすぎて。でもなんか、でも呪術廻戦もキッズ好きなんじゃないですか。呪術廻戦もキッズも好きやと思う。はい、けど、呪術廻戦の方が、今流行りそうというか、あ、今っていうかその、大きく流行りそう。大きく流行りそう。レンジが広そう。まあ、鬼滅なんじゃないですか。まあ、でも結果広いやん。はい、けどなんか俺、ちょ
ちょっと勝手なイメージ、鬼滅好きなの、なんか男の友達であんまり好きなやつ、あんまり知らんかもっていうのがあって。鬼滅好きな。鬼滅ハマってた。鬼滅ハマってた男友達おらんって。確か。なんか女の子の方が好きな人多くない？いやでも僕、男女で誰が鬼滅読んでんのか、家族以外知らない。でもお父さん、映画見て泣きそうになったって言ってますよ。おった男。ばあちゃん、ばあちゃんは早すぎて分からんかったっすね。いやいや、ばあちゃんやな。まあ私はあんまよく分からなかったけどね、みたいな。そう。いや、なんか男で鬼滅好きなやつおらんって言った。あと男で配給好きなやつおらんっていう。いや、それいる。あ、いるんや。僕、N2 は知ってます。ああ。配給めっちゃ好きな人多いですね。多いよね。ごめん、ちょっとこれ、まあ、ずっと間違ったこと言ってるから、はい、今、ずっと。ちょっと全部言っちゃってください、間違ったこと。もう、読んでないのに批判してるって、間違ったことやってるっていうのが前提で。批判なんですか？批判はしてない。じゃあ、ファーストスラムダンクはどうなんですか？めちゃおもろい。何が違うんですか？どっちもスポーツやってんじゃないですか？何が何が？ファーストスラムダンクも。あ、背景も。あ、背景読んだことないから知らんの。もう映画が思うなさそうやもん、配球は。そうかな。それはなんかも映画かっこいいし。あ、でもそれ一番小学生がいそう。え？小学生みたいなことじゃない。いや、もう映画かっこいいし、あとそれにも、キャラもいい。まあ、配球知らんから、俺ごめん、ほんまにわからんわ。何なんですか？配球読んだ方がいいかな。子供向け、大人向けって何なんですかね。なんとなく、まあ言わんとすることは、その、こういう描写ができる、できないはあるじゃないですか。うん、例えば。まあ、グロい系とか、まあ、性的なとかな。大体そうだよな。まあ、あと普通に話の複雑性とか。そうか、ね、そうか。でも、ファーストスラムダンクって複雑でした？話。だって、試合するだけだかな。まあまあ、もちろん他あるけど、複雑性じゃないよ。あれはなんかまあヒューマンドラマっぽいよね、もう完全に。あ、だからエンタメ性の、まあ、分かりやすさというか。あ、こっちが敵、こっちが味方ですみたいなこと。そうね。なんか戦隊ものとかさ、仮面ライダーとかが、まあ明確に子供向け。はい、まあその、好きな人もおるかもしれんけど、まあまあね、一般的に。仮面ライダーね。確かに。何なんだろうな、あの差って。仮面ライダー空がおもろすぎる話はどっかでしたけど、僕龍騎好きだった。ああ龍騎あんま見えんかった。龍騎大学入ってみたんですよね。遅っていうか何それ。どういうこと。なんかプライムにあいっぱいあるじゃんと思って。リアルタイムで見なかったってことじゃん。ちょっと見てました。ソードベントとか。あれカードやったっけ。あのカード刺して竜やんな。赤い竜が出てきて、ほんでなんかいっぱい出てくるような仮面ライダー。そうなんですよ。仮面ライダーがいっぱい出てきて殺し合うみたいな。あれや、あ、思い出したの。鏡の中入るやつや。ミラーワールド。そら、そうやろって。あの、あれやんな。バイクがさ、はい、あの、なんか配達バイクみたいな。違ったっけ。なんか、やるついてない。ちょ、覚えてバイク、俺、なんか。思い出さない。俺、バイクに冷めた記憶あるんだよ。あ、違ったかな。バイク覚えてないな。なんかバイク意味わからんなと思ってんて。僕、バイクよりも名前、龍騎って名前が冷めました。漢字やんって。確かに、ちょっと、あの、テイスト変わったもんな。はい、クーがアギトやね。はい、その次か、リュウキって。確か。そっから結構冷めましたね。大人に、普通にただ、あの、学年が上がっただけかもしれないけど。見なくなっていくけど。あんま響きとかもピンとこなかったな。あったな、でも確かにちゃんと見てないわ。もう。もう見たら面白いんでしょうけどね。読まるのないやろ、もう。そう？でも、じゃクーがは、俺大学に入ってからもう一回見たもん。なんか謎の文字からね、始まって。そう。え、見たことあるちゃんと。あ、別に見ろとか言ってもいい。あんま覚えてないですね。クーガはちょっとだいぶおもろいよ。ダグバゼバしか覚えてない。いやいや、誰が覚えてんの最後の敵。えぐい的な。あと、謎の黒い少年みたいな男。謎の黒い。なんか金髪の上下スウェットの男。ああ、いる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 。あの、クーガになりたい。病院にいる子かな。クーガはいいよな、みたいな。てかオープニングとかも怖いんですよね。目になんかシャシャシャみたいな入って笑ってカード持ってるみたいな。そう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 。怖いですよね。鬼太郎がカフェやってね。で大学で研究してて。そうね。沢渡桜子さんがね。
終わろう。終わりますか。このラジオ、YouTube、Podcast で配信しております。お便りもお待ちしてます。メールアドレスは ok.radio.picasso@gmail.com です。ピカソの綴りは picasso です。ありがとうございました。